4月18日松山市堀之内の県美術館南館で第67回春季検定前期展が始まりました。春季検定は応募された作品すべてを展示するアンデパンダン方式で行われる全国的にも珍しい作品展です。18日には開展式が行われ、関係者によるテープカットが行われました。今回の検定では前後期合わせて8部門計1155点が展示され、前期展では日本画、彫刻、工芸、書道の作品743点の展示が行われます。やっぱり今前期は4部門飾ってますが、それぞれの特徴が非常によく出て、変化のある作品が多いように思いますね。で、時代のちょうど変わり目ということで、なんか新しい時代を象徴するようなちょっと変わった作品が出てきたように思いますね。第67回春季検定前期展は26日まで県美術館南館で開かれています。